はい、こんにちは、116インズです。皆さん、明けましておめでとうございます。MLB ロックアウトついに終結。昨年12月に始まり、今日で99日目を迎えた MLB のロックアウト。お金の問題はここ2週間くらいで割と前進を見せたものの、MLB 側が今度は国際ドラフトの話を持ち出して、それに選手会側が難色を示していたので、ああもうロックアウト今月いっぱいかかってもおかしくないなと思っていた矢先にまさかの合意。あれだけこじれた今回の労使交渉ですが、決まるときは意外とあっさり決まるもんだなと思い知らされました。MLB は昨日までに開幕4カードの中止を発表していましたが、今日新しい労使協定に合意したことで開幕日を当初の予定の1週間遅れである4月7日に設定し、162試合すべて行うとのこと。シーズン最終日を3日後ろ倒しにして、そこに1カード入れるのと、あとはダブルヘッダーで162試合すべてこなしていくようで、選手にとっては少しスケジュールがきつくなってしまいますが、年俸やサービスタイムの削減はせずに済むこととなったので、とりあえずは良かったんじゃないのかなと思っています。シーズン開幕に向けて延期となっていたスプリングトレーニングもいよいよ本格始動する見込みで、明日から選手の招集が始まり、来週18日からオープン戦の方も始めていくみたいですね。だいぶ急ピッチでの調整となりますし、また FA の選手も数多く残っているため、開幕までかなりバタバタしそうですが、ようやく野球が帰ってくる。これに勝る喜びはないでしょう。球春ついに到来です。はい、そして今回のロックアウト史上2番目に長い労使紛争に発展しましたが、争点となったのは選手側に流れるお金の問題でしたね。コロナ禍以前の MLB は収益が毎年拡大を続けている状況にありましたが、年俸を決めるシステム上の問題ですとか、一部チームによるタンキングの横行、またコスパに優れる若手偏重の起用も影響してか、収益の増加に反して選手の平均年俸は2017年から2021年で逆に下がるというありさま。コロナの影響やロースター枠の拡大も影響しているものの、少なくとも MLB 全体の収益の伸び率ほど選手側が報われていない状況から、選手会は特に若手選手がキャリアの早い段階より活躍に見合った年俸を受け取ることができるような制度作りを目指し、今回かなり激しく MLB 側と争いました。で、選手会の具体的な要求はここに出ているものが中心でしたね。FA 権や年俸調停権取得にかかる年数を短縮化したりですとか、あとは最低年俸の引き上げ、またリーグ全体の競争環境を向上させるべくタンキング防止策の導入ですとか、選手の FA 権取得を意図的に遅らせるためのサービスタイム操作の防止、事実上のサラリーキャップ状態となっている贅沢税の課税ラインを引き上げることで、チームにもっと選手に対してお金を使ってもらう、選手の待遇をアップさせようとしたのが今回の労使紛争における選手会の立ち位置でした。そして今回の労使協定でどこがどう変わったのか、変わったポイントごとに見ていきますが、まず先ほども触れた通り、今回最大の争点となったお金の問題、こちらは交渉の甲斐もあって大幅に改善したと私は認識しています。すべて選手会と MLB 側の要求のほぼ中間くらいで落ち着いた認識ですが、まず最低年俸は現行の57万ドルから70万ドルへ約 22% の上昇、今回の労使協定の対象である2022年からの5年間で最終的には78万ドルまで上昇する予定となっています。続いて贅沢税課税ラインですが、現行2億1000万ドルのところ2億3000万ドルへ、こちらは 9% の上昇、最終的には2億4400万ドルまで上がる予定となっています。最低年俸が上がったことで MLB に昇格して日が浅い選手たちの待遇が一律改善となりますし、また贅沢税課税ラインも結構上がるので、FA 市場もまた活気を取り戻す可能性はあるんじゃないかと。で、選手会が当初要求していた若手選手の待遇改善として、FA 権や年俸調停権取得までの期間を短縮化することは今回できなかったものの、年俸調停権をまだ取得していない選手に対する革新的な制度、ボーナスプール制度の導入も決まりました。これは年俸調停の資格をまだ得ていない1年目から3年目の選手で、顕著な活躍を見せている上位100人の選手に対して元々の年俸に加えて、リーグからパフォーマンスに応じたボーナスがもらえる仕組みとなっていまして、全30球団が拠出した計5000万ドルのお金がその選手たちに配分されることになります。配分額は MVP やサイヤング賞などの各賞の投票で上位にランクインしたりですとか、あとはウィンザーウォーリプレイスメントに応じて決まるようで、最も高いものでは MVP またはサイヤング賞を受賞した選手が250万ドルのボーナスだとか、MLB のスター選手の年俸を考えると、MVP やサイヤング賞を取って250万ドルでもまだ安い気はするんですが、こういった形で若いうちの活躍が報われる制度ができたのは、選手にとってもプラスですし、選手会がやりたかった若い選手がキャリアの早い段階から活躍に見合った報酬を受け取ることができる制度の第一歩としても、これは機能するんじゃないかと考えています。また FA 時に移籍先球団がドラフト指名権を失うクオリファイングオファーの廃止も検討されています。
こちらは MLB 側の要求で国際ドラフト導入とセットとなっていまして、今年の7月25日までに選手会側が国際ドラフト導入に合意するようであれば、クオリファイングオファーは廃止。合意できなければ逆にクオリファイングオファーを存続させることで両者一致したようですね。国際ドラフト導入はラテンアメリカの選手に大きな影響を与えるため、選手会の中でも反発があるようですので、すんなり合意とはいかなそうですが、他方でクオリファイングオファー廃止となれば FA 契約に対する障壁もだいぶ取り除かれますので、夏までに選手会が組織内でいかに合意を取っていくのかは、こちら今後も注目したいポイントです。続いてこちらも選手会が強く要望していたポイントですが、タンキング防止策並びにサービスタイム操作の防止策ですね。完全ウェーバー制である MLB のドラフトでは、前年の勝率が悪いチームからドラフトの方を行っていくわけですが、ドラフト全体1位指名権を獲得するために悪い意味で近年は熾烈な競争となっていたところ、上位6指名をロッタリー形式とすることで最低勝率を記録しても必ずしも全体1位となるわけではなくなりました。またサービスタイム操作を防ぐ一環として、新人王投票で1位2位となった選手には特例でサービスタイムをプラス1年とする措置や、開幕ロースターに入ったトッププロスペクトが新人王投票トップ3、また MVP かサイヤング賞投票トップ5に入った場合には所属チームにドラフト指名権を付与するとして、有望な若手選手を適切なタイミングで MLB に昇格させる動機づけをチームに与えました。これで多少は負けまくるチームの減少や、トッププロスペクトを意図的にマイナーに幽閉するチームは減ると思いますが、ただどれも劇的な効果を生み出す策ではおそらくはなく、引き続き再建のためにタンキングするチームは現れるでしょうし、プロスペクトの FA 権取得を遅らせようとするチームは出てくるでしょう。とはいえ、前よりは野放しにされなくなった、前よりはマシになったくらいが私の認識ですかね。3つ目シーズンのフォーマットやルール変更も今回の労使協定に盛り込まれました。大きなものではプレーオフに進出するチーム数が10人に拡大となります。これまでワイルドカードのチームが1試合のワイルドカードゲームを戦っていたところ、これが2戦戦勝方式となって、地区優勝かつ勝率上位2球団はこのラウンドを免除、免除の2チームとそれ以外でワイルドカードラウンドを勝ち抜いた2チームがディビジョンシリーズに進めるフォーマットですね。プレーオフの拡大は MLB の収益増加も意味するので、リーグ側の要望がある程度叶ったものとなります。またかねてより報道されていましたが、 NLA の DH 制導入が正式に決まりまして、今季からピッチャーが打席に立つ機会はほとんどなくなりますし、あとはマイナー降格が1人当たり年5回までに制限されるルールも設定されます。選手の運用が今までよりも難しくなりますので、フロントがここにどう対応するかは見ものですね。他にも前回の動画で取り上げましたが、MLB が希望している各種ルール変更の実現可能性も高まりました。45日前までの選手会への通達でルール変更が可能となりますので、守備シフトの規制やピッチクロックの導入、ロボット審判などは導入に向けて大きく前進したと言ってもいいでしょう。これからの5年間で野球の姿はかなり変わってきそうな予感もしますね。とまあ変更点盛りだくさんで正直自分も追い切れていない部分はあるんですが、ただ一つ言えるのは今回は選手会にとって大きな勝利だったと思います。今回の労使協定案を受け入れるにあたっての選手会の投票では賛成26、反対12と一部の選手はまだ MLB からの情報を引き出せると考えていたようではありますが、ただ待遇面は大幅に改善したと言えますし、タンキングの防止策も一応取り入れることができました。また MLB 側が14チームのプレイオフを希望していたところ、選手会の反発で12チームに留めつつ、かつこれだけの待遇アップを最終的には公式戦を中止せずとも勝ち取ったわけですから、十分な成果は得られたのではないのかなと思いますね。前回のストライキではかなり選手会が悪者とされてしまった感があったそうで、今回も MLB 側は同様の手法を取ろうとしていましたが、現代は SNS 全盛時代、選手たちの生の声をファンに届けることもでき、そのおかげかロックアウト期間中を通して選手寄りの人が多かったのかなと、世間の支持を比較的得ることができた点は選手会にとっても追い風だったんでしょうね。さあ、あまりに退屈なロックアウトも過ぎ去ったということは、いよいよ移籍市場も再開します。来週からオープン戦も始まるわけですが、依然200選手以上が FA のままです。ここから開幕までの1ヶ月間で選手たちがなだれ込むかのごとく契約を決めることでしょうし、ロックアウト前ほとんど動きのなかったトレード市場も加速していくことになるでしょう。3月としては異例なくらい選手がバンバン動くことになるでしょうから、本当に楽しみですね。ようやく野球の話がまともにできる喜びをかみしめながら、これからの動きも当チャンネルではピックアップしていきますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。